ゲームアワード2020が開催されていて、いくつかのゲームがセールされているので、まあ、その作品に注目しながら、今週のセール、そして無料情報を行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。毎週金曜日、スチームのセール無料情報をお届けする週刊スチーム通信のお時間がやってまいりましたね。はい、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。12月に入ってね、もう年末商戦で、あのスチームに限らずいろんなコンシューマー版も含めてゲームが出ているので、まあ、新作ゲーム、プレイされている中で、まあ、どのね、プラットフォームにも共通なのはやっぱりサイバーパンク2077ではないでしょうか。自分もね、購入してもう早速朝、動画1個上げたんですけど、まあ、これは継続的にちょっとやっていこうかなと思っています。まあこれは本当半永久的に遊べますよね。うん、なんかそんな気がしてます。まあ、自分はネタバレを見ずに、やっていこうかなとは思ってるんですけど、これは遊びがいがあるなと。もうまだ2時間3時間弱ぐらいしかやってないんですけど思いました。なんでこれはじっくり、まあ、動画にしつつやっていこうかなと思っています。まあ、その他にもさまざまな新作ゲームが出ていますし、まあ、皆さんもその新作ゲームを、プレイしながらまた、安いね、セール、まあ、ウィンターセールも月末から始まりますので、まあ、それを狙って、ゲーム、年末年始集中してプレイしようかなと思っておられることでしょう。では明日、最新情報については触れるとして、では、セール無料情報、まずはこのコーナーから行ってみましょう。はい、今回はなんといってもザ・ゲームアワーズセールでしょう。12月9日から14日ですね。はい、なんかこの受賞式こう開かれるとなんかこう年末だなっていう感じしますよね。はい、今年もいろんなゲームが出て、Steam もまあ次元独占配信からを経てね、ハデスなんかは Steam に入ってきてもう圧倒的に好評の評価をね獲得してますし、まあ、様々なゲームが2020年も賑わせましたね。まあなんといってもフォールガイズじゃないでしょうか。これはもうかなり爆発的にね、流行りました。はい、20% の1640円で購入することができます。で、発表されたゲームの中からは、やっぱりロビンフッドを題材したこの PVPVE、まあ、最近流行りですよね。はい、PVE を、しながら、PVP 対戦もするみたいなね。はい、対人もありながら、対コンピューター戦もあるということで、はい、このミックスされたマルチ、対戦の形結構増えてるんですけど、まあこれが自分としては注目かなと。で、値段もね、予約の段階なんですけど4000円だったかな。はい、結構安かったんで、はい、あ、3608円か。はい、なかなかリーズナブルなお値段で買えるなっていう感じはしました。はい、セールに目を向けてみると、はい、ノーマンズスカイなんかが安いですし、はい、アマンガース、これもね、2020年、まあ、これ出たゲーム自体は2018年なんですけど、はい、2020年に、花開きましたよね。こういうね、ケースもあるんですよね。だからいつどこで流行るかわからない本当。はい、で、職種が気持ち悪いキャリオンが 25% の1537円、そしてテルミーファイ、33% の2098円なんかがこうずっと来ていますね。で、有名どころのゲームももちろんあります。はい、今年皆さんは、どんなゲームをプレイしてハマったでしょうか。まあ、自分ね、実はデスストランディング買ってるんですよ。まだ全然プレイしてないんですけど、積みすぎだろっていうね、ちょっとやばいですよね、この積みすぎな感じ。このオブラディもやってないですしね。ライブラリー内にあるのが怖いわ。
はい、ということで、でこれを、Steam データベースで見ると、はい、The Game Awards Sale と、はい、サーチをかけていただくと51プロダクツヒットします。セールされているゲームが約50ありますね。はい、まあどれもね、ゲームアワーズ受賞作品なんで外れはありません。はい、この中から最安値に絞ってちょっと検索をかけると今回41プロダクツありますね。はい、ハデスなんかは 20% と最安値、そしてセレステがね 75% オフと最安値を更新しております。この青の、白抜きの字ですね。はい、これが最安値を更新した、金額なんでお得なんですけど、まあもちろん黄緑もね最安値ということで、お得なんですが、はい、こんな感じになってます。あ、ラジか。はい、これ無料体験やりましたけど 25% オフ。はい、あ、これはスピリットフェラーって何だったっけ。はい、なんかすごく話題になったアドベンチャーゲームですよね。そういうものが安くなってます。で EA スポーツ FIFA21 なんかは、50% オフという感じで、はい、セールされていますので、こういう検索をかけてね Steam データベースで、見るとまた新たな発見があっていいかもしれません。はい、そしてまあFIFA はゲームアワーズでもセールされてるんですけども、はい、ホリデーディールズということで12月15日までだったかな。はい、 EA の各タイトルがセールされています。まあこんな感じで、スターウォーズシリーズも 75% オフと安いですし、デッドスペース、まあ EA もね、EA プレイとかサブスクリプションサービスとか Steam で利用できるようになって、さまざまな過去作とか、バトルフィールドシリーズも入ってきましたし、こう選択肢が増えたんですよね。はい、それによって皆さんも多分Steam 版のなんか EA タイトル遊ばれる機会も多分多くなったと思いますね。で何せね値段がね安いと思います。はい、今回もかなりの、シリーズものもセールされていますし、看板タイトルもセールされているので、まあ、一見の価値はあるかなという感じはします。そしてもう一つ、ニューワールドインタラクティブの10周年セール、はい、デイオブインファミーとかインサージェンシー、まあね、こういうミリタリー系の FPS、まあ、自分はデイオブインファミーを結構プレイしてたんですけど以前に、まあちょっとね動画も上げましたけど、はい、 75%、まあ、こういうねミリタリー系の FPS ってほんと遠ざかってますね最近。いつ以来だろうな、なんかほんとやってない。うん、まあ見下ろし点のね、例えばデスパラドス、まああれも対戦もの、まあ、題材にした、あれはストラテジーゲームですけど、ああいうのはねやるてるんですけど、本当 FPS をしなくなったなという感じはします。はい、ミリタリー系の、まあ、FPS、まあ、マルチプレイ主体の、ゲーム配信しているところなので、ぜひこのニューワールド10周年記念セールもお得なんでね、ぜひ後で閲覧してみてください。では、このセール作品の中から注目のゲーム紹介したいと思います。今回注目したゲームは、Life is Strange の制作スタッフが、送る Tell Me Why というアドベンチャーゲームです。はい、ストーリー型のアドベンチャー作品として、このゲームは、はい、ローンチ前からかなり話題に上がっていました。はい、Life is Strange と同様に本作においてもゲームならではの映像表現を用いて、キャラクターや世界が描写されていて、本当、まあ、こんな感じで
独特のこう温かみがありながらもこう考えさせられるようなグラフィック、そしてストーリーになっています。はい、まあ、なんといってもね、このキャラクターが、まあ、ただこう無機質にこうプレイして、あの走り回ったり歩き回るだけではなくて、表情豊かにですね、なんかこうドラマを見ているかのようにプレイすることができるのが特徴なんですね。なんでこうキャラクターの一つ一つの仕草とか表情が生き生きと描かれていて、この物語の理解度をその文章だけではなくて、こういう仕草とか物腰からも得ることができるという、本当繰り返しになりますが、まあ、良質の一つのこう短編ドラマを見ているような気になります。はい、物語は、まあ、チャプター構成になっていて、まあ、それぞれの物語魅力的なんですが、こう全体を通してこうだんだんこう真相が明らかになっていく、そのこう物語の動きなんかは結構衝撃的で、おーっと最後の方、まあ、うなるようなストーリー展開も待っているので、まあ、そういう意味ではこう目の超えた、ゲーマーも楽しめるんではないかなと思います。はい、このゲーム、今回 33% オフの、2098円で、12月15日まで購入することができるので、はい、良質の物語重視のアドベンチャーゲーム、探している方、まだこのタイトルプレイしてしたことがないならば、ぜひプレイしていただければなと思います。それでは、続いてこのコーナー行ってみましょう。まず Steam の、期間限定無料週末無料プレイですね。はい、スクワッドが入ってきました。はい、これはまあミリタリー系の FPS、 しかもマルチプレイの FPS としてはもうね、長いですが、はい、圧倒的に好評の評価になったのは、まあ、正式ローンチを迎えてかなり、対戦が熱いということでね、100プレイヤーズ20マップスということで、はい、かなり大規模な戦闘を味わうことができるということで、はい、もう正式ローンチを迎えて 1年も経ってないのか、はい、ますます今同時接続数も6000人7000人近いですし、またこの無料プレイを機に流行るんではないでしょうか。はい、12月15日まで 25% の3862円で購入することができます。3日間の無料プレイですね。はい、 Steam の期間限定無料プレイは、1つだけでした。で、外部サイトなんですが、まずね、インディー柄はこのトップページの右のこのフリーのところ全て、まあ、そうなんですけども、まあ、割といいゲームも最近入ってきてるんですね。まあ、例えば、まあ、自分もワンコインディーで紹介したこのライトフィッシュというゲームですね。498円のクイックスのような、ね、この陣取りをしながらこう範囲を狭めていって、最後ある程度の指定された範囲まで行くと、これだったら 75% 以上の範囲まで、囲むと、クリアするという類のものですね。はい、このゲームもインディー柄で無料ゲームの一つとしてラインナップされていますし、はい、かなり、良質の、ゲームも入ってきているので、後でチェックしてみてください。はい、そして、ビッグゲームズですが、まず、ピラーズ・オブ・エタニティですね。はい、そして、タイラニーっていうのかな、はい、物語重視の RPG、 はい、これ両方ともですね、こちらはディフィニティブエディションということで、まあ、全部入りなんですよね。ピラーズ・オブ・エタニティ以下ダウンロードコンテンツ全部入りで、こちらもですね、ゴールドエディションということで、まあ、Steam でも、まあ、こんな感じでダウンロードコンテンツ全部入りのもの。はい。だから、ただ、こう、最近 Epic Games でいろいろ無料になってるんですけど、ただ無料にするだけではなくて、こういう、バージョンのね、
高いものが無料になっているというのはすごく特典が高いですよね。なんでこの本体だけではなくてダウンロードコンテンツもついたバージョンが、2作品とも、エピックゲームズで無料で遊べるっていうのはかなり大きいのではないでしょうか。はい、まあどちらもね、もう言わずもがな有名な、ゲームなので、はい、あとはまあ説明を見て、まあこっちはね、あれです、フォールアウトニューベガスとかね、アウターワールドを、手掛けているオブシディアンという、デベロッパーがあるんですけど、はい、そこが、開発している、RPG ですし、はい、どちらも、どちらもそうか、オブサイディアン、はい、パブリッシャーパラドックスインタラクティブなんですけどね、2つとも、はい、オブシディアンインターテイメントねの作品なので、ぜひ、2作品、エピックゲームズのアカウントを持っていれば、無料で手に入れることができるので、まあもちろん、エピックゲームズの、無料のランチャーを入れてないといけないですけどね、スチーム経由でプレイするわけではないので、まあそこだけ注意、ご注意をという感じですが、はい、無料で手に入れることができるので、ゲットしてみてください。はい、そしてプライムでゲーミングも、ユーカレイリーという、横スクロール、横スクロールというか、3D アクションですね。はい、が今回無料で遊ぶことができますね。はい、任天堂64タイトル、バンジョーと、カズーイの大冒険の精神的後継作である 3D プラットフォーマー。緑のトカゲユーカとおしゃべりコウモリレイリーを操作して巨大ボスとの戦いやクイズショー、アーケードゲームもこなしていくという、この結構、カジュアルというか、キャラの立った、ゲームですけれども、これも、プライムドゲーミングで一つ入ってきているので、いつも言ってますけど、月始めに一気に入るだけではなくて、最近はこういう風に、月の半ばにもね、一つ二つこう追加されていくっていうのが特徴なんですが、はい、プライムドゲーミングも追加されているのでチェックしてみてください。そして、ファナティカルですが、ウィンターセールが始まっております。はい、様々な、ゲーム、単体のゲームももちろん安いんですが、はい、トップセラーを見るとね、ほとんどバンドル、さすがバンドルスタート、ファナティカルの旧名、ね、バンドルがついてるだけで あって、サイトの名前に。はい、ファナティカルになっても、それは変わらず、はい、バンドルが、ほとんどバンドルがもう上位に来ていますね。単体作品よりも、はい、お得なバンドルが売り上げトップに来ているという感じなんですよね。で、一つ、この、ビルドユアホリデーバンドルということで、はい、1、5、10と、チョイスする。しかもめちゃくちゃ安い。10チョイスしても570円で、買えると。しかもこのね、ゲームも割といいのがあるんですよね。アマング・ザ・スリープであるとか。今これ日本語対応してるのかな？有志の日本語がね、昔ありましたけど、この、ホラーアドベンチャーゲームですね。もありますし、ピンストライプ。これは、今年、コンシューマー版では日本語対応してるゲームなんですよね。はい、不思議系アドベンチャーありますし、ね、結構質のいいゲームがラインナップされているので、はい、シャーロック・ホームズなんかもありますしね。はい、1、5、10と、値段は違いますが、10個こっから選んで買ったとしても570円で購入することができるのでお得なバンドル。さすが、トップセラーの1位に来るだけのことはあるなという感じになってますし、以前にも紹介しましたが、25周年記念バンドル、そして、ベストプレープラチナム、コレクション2020、そして何が当たるかわからないミステリーバンドルも、まだまだ
売られているので、はい、こんな感じで、ファナティカルもお得な、ゲームバンドルたくさんあるのでチェックしてみてください。期間限定無料ゲーム、外部サイトの無料ゲームお得情報は以上です。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。では売上トップ、まあいろんなゲームが登場してますからね、まあかなり入れ替わっているのではないでしょうか。はい、さすがのサイバーパンク2077、はい、100万本を突破しました。はい、同時接続者がね、この Steam 版だけで100万人を突破してるっていうのはもうすごすぎるだろうと。しかもほぼ好評でね、評価がまあ割と安定してるんですよね。まあ初期の不具合とか、なんかダウンロードできない不具合はあったもののね、あの上々の滑り出しではないでしょうか。はい、あと、はい、ドラゴンクエスト11であるとか、まあ、デススト 50% オフなので今回あの上位に来てますし、はい、三国志14のパワーアップキットもね発売されて、なんか各種が上位に来てますしね。はい、あとそうですね、セールされているところで言えばアイスボーンが 38% オフの3030円で上位に来てますね。でやっぱりサイバーパンクが売れてるんで、ウィッチャーも、あーでも 70% オフだからか、1980円。はい、ウィッチャー3ワイルドハント、まあ、サイバーパンクとね同じ、デベロッパーですけれども、はい、これも上位に来てますね。はい、こんな感じのラインナップ、やっぱりこうやって和芸が割とこう Steam でもね売り上げトップに占めるようになったのも、かなり日本でねあのSteamが流行ってきた証拠と言えるかもしれませんね。それは嬉しいことですよね。はい、自分はウィッチャー3持ってるのになんで黄緑になっていないんだ。あ、これはそうか、バージョンが違うのか。自分ゲームオブザイヤーエディションじゃないもんな。はい、まあっていうのはさておき、あ、ここにあったわ、ノーマル版 70%。 まあノーマル版買うぐらいだったらね、全部入りの物を買った方がいいと思うんで断然に。はい、自分は積みゲーになってますが、また機会を見てやりたいと思います。で最後になりましたが、このチャンネルではこのように、Steam というプラットフォーム、PC ゲームを愛する人々がに見てほしい、最新情報をお届けしたり、情報を提供しています。お得情報を提供しているつもりですがね、あのちょっと誤った情報を提供していたりとか、名前間違いとか言い間違いとか、いろいろ聞き苦しいお見苦しい点はあるかもしれませんが、皆さんが視聴してくださっているおかげでここまで続けてくることができましたね。もう200回以上やってるんで、はい、もうあのこれ以上、まあ、進歩もしなければ退化もしないって言ったらなんかちょっとね、配信者と失格だろうっていう感じしますが、はい、変わらずやっておるので、まあ何がね Steam で流行っているのか、どういうものがお得なのかっていうことを知りたいのであれば、ぜひ YouTube のこの、Steam 実況ユーロチャンネルを、見ていただいて、まあ良ければ登録、また高評価もお願いしたいと思います。では最後ですね、そうですね、合言葉、ゲームアワーズ開催にしましょうか。ゲームアワーズ開催、ゲームアワードにしましょうか。ゲームアワード開催、はい、この、合言葉を、自分のプレゼント用のツイッターカード今出てると思いますが、それをフォローしていただいたらフォロー返しますので、ダイレクトメッセージにゲームアワード開催と、入力していただいた方の中から抽選で何らかのSteamゲームキーをプレゼントしたいと思います。明日締め切り、土曜日中締め切りの日曜日配布にさせていただきますので、どんどんご応募していただければ嬉しいです。では、週末そして、年末、皆さん多分いろんなゲーム物色して、そしてプレイしようかな、まだ、これから年末に出るさまざまな魅力的なゲームをね、プレイしてみようと思われると思いますし、またSteamもウィンターセールが来るのでにぎわいますけれども、また一緒にSteamゲーム共にプレイしたいと思います。
では明日の最新情報またご視聴していただければ嬉しいです。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日、君に会える日を楽しみにしています。